社会教育とは、社会において、都道府県や市町村などの自治体や公的機関、博物館、図書館、あるいは大学などが公的に誰でも参加できる形で提供する学習の機会のこと。無料内視は、わずかな費用で提供される。公民館、社会教育センターなどで開催される文化、教養講座、市民大学講座などを言う。社会教育は、 教育という営意が行われる場に基づいて、政策上、学校教育や家庭教育と並ぶ領域とされる。社会教育は、社会において行われる教育を広く指すことが多い。社会教育法は、社会教育を学校教育法に基づき、学校の教育過程として行われる教育活動を除き、 主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動と定義している。日本の社会教育は明治期には通俗教育と呼ばれ国民教家の手段として位置づけられた。社会階層の中以下の国民に平易な教育の機会を提供する施策に始まり、1921年6月、文部省管制が改正され、通俗教育を社会教育に改めた。 近年は社会教育に変えて生涯学習という用語を競技の同義語として使う場合も多いものの生涯学習は法的にも学問的にも学校教育を含む概念であるため扱いが難しい用語となりつつある近年行政庁では社会教育を担当する部署名を生涯学習課と呼称するケースが増えた文部省は 1988年に社会教育局を障害学習局に改め、平成2年には社会教育審議会を障害学習審議会に改称した。これに習うように、地方教育委員会でも社会教育部、看護障害学習部改称、下に解消、解鎖するようになった。これは社会教育という用語が関係者以外には一般化していないためであるほか、 学習者の主体性を重視したからである。また、生涯学習は、社会教育法の施行時には想定されていなかった、主張部局の文化行政、ボランティア、カルチャーセンター、大学の公開講座、大学通信教育などの様々な、学びを包括した用語として定着しつつあるからでも、ある。なお、臨時教育審議会は、 その第四次投身において、生涯学習体系への移行を全面に打ち出したことで知られる。同投身は、今後、我が国が、社会の変化に主体的に対応し、活力ある社会を築いていくために、学歴社会の弊害を是正するとともに、学校中心の考え方を改め、生涯学習体系への移行を主軸とする、教育体系の総合的再編を図っていかねば、 ならないと提言している。学校外における教育全般を指すことは日本と変わらないものの日本に比べて職業教育、キャリア教育の充実が特にヨーロッパにおいて目立つと言われている。学校教育制度と深い関連を持って組織化されてきた。日本の社会教育法第2条では社会教育とは学校教育法に基づき 学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を言うとされている。また、博物館法、図書館法、スポーツ基本法なども社会教育関係の法律とされ、現在は廃止された地青年学級振興法も関係法規の一つであった。このほか 社会教育に直接関係する法律ではないが、生涯学習の振興のための施策の推進体制、等の整備に関する法律、文化財保護法、音楽文化の振興のための学習環境の整備、等に関する法律、子どもの読書活動の推進に関する法律、文字、活字文化振興法などがある。平成18年に全面改正された教育基本法は、 旧法の社会教育関係条文を改めたところである。社会教育施設とは市民が行う社会教育活動の支援、振興を主な目的として設置され一般の利用に開放された施設のこと。その特徴は目的が学習や教育の支援であること、広く一般に開かれていることである。社会教育施設の設置と運営は 教育基本法第12条を呼び、社会教育法第3条を法的基盤としている。社会教育に関わる施設には、次のようなものがある。これらの制度的な教育施設の他にも、学習塾や、予備校、子供会、スポーツクラブや、ボーイスカウト、ガールスカウト、映画館、職場でのセミナー、行政や民間団体の行う、市民講座、その他習い事なども、 講義の社会教育に含めることができる。特に学習塾や予備校については、文部科学省ももう一つ別の学校として位置づけるようになってきている。日本の社会教育法では、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育を行う者に、専門的技術的な助言と指導を与えるため、社会教育指示を置くこととしている。また、 社会教育主事の職務を助けるための社会教育主事法を置くことができる。その他、教育委員会に社会教育に関する助言をする非常勤特別職の社会教育委員も規定されている。社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものを言うとされている。文部科学大臣及び教育委員会が社会教育関係団体の求めに応じて専門的技術的指導または助言を与えたり社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行うことができるものとされている。 国及び地方公共団体が社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えることは禁じられているが、国の外郭団体や特殊法人、独立行政法人の一部、私立学校法に基づき設立された学校法人、及びこの法人により設置された学校などが、国と、 地方公共団体が関与しない形で PTA などに前述の行為を行っても違法ではない状態になっている。国立学校と公立学校は学校教育上支障がないと認める限り学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならないとされる。ここでいう学校とは学校教育法第1条に定義される幼稚園、小学校、 中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校であるが、その他の施設はこれらに含まれないので対象外である。なお、専修学校と各種学校については、学校教育法第1条に規定する学校でない、ため、学校の施設にも含まれないが、社会教育法が、 学校の教育課程として行われる活動を除いた、すべての活動を事実上対象としているため、社会教育施設としての機能も果たさなければならないと、行政が解釈することもある。学校教育法上の通信教育を除く、通信教育では、一般社団法人と一般財団法人が行うもので、社会教育上奨励すべきものについては、文部科学大臣が、 通信教育の認定を与えることができる。認定されれば、郵便を第四種郵便物として差し出すことができる。ありがとうございます。